皆様おはようございます。6月の18日午前9時27分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日火曜日でございますね、配信を行っていきたいと思います。朝配信でございます。皆様いかがお過ごしでございましょう。天気もね、梅雨真っ只中ということで、雨がね、続いているような形、どれぐらいかな、7月の後半ぐらいまで、雨が続くようなね、感じにはなるのかなと。昨日ね、それこそ家の近くにね、パチンコ屋さんがあるんでございますけれども、どうかな、歩いて5分から10分ぐらいのところにね、パチンコ屋さんがあるわけでございますけれども、やっぱりこう雨ということでね、こうほらあれでございますよ、建築業をやられている方々かな、やっぱり休みがね、続いていくんでございましょう。もう車がびっしり車がびっしり、もうね、パチンコ屋さんとしたら、もう一生雨が続いてくださいぐらいのね、多分勢いだと思うんですよ。パチンコ屋さんからするとね、もう1年間にもう300日ぐらい雨が降っていってもいいよみたいなね、感じで多分ね、捉えていると思うんでございますけれども、まあ、それぐらいね、パチンコ屋さんの方に車が止まっていてね、まあ、昨日もそれこそもパチンコ屋さんなんてもうね、儲かりまくりも儲かりまくりでね、ございましょうということで、まあ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 、雨が降ればあるところがね、稼いで、雨が止めばまたこうあるところが稼いでという形で、やっぱりこうね、ビジネス関係も天候が大きく左右されるのかなというところがございますよ。ビットマン TV はね、最近ほらパチンコとかああいったものは最近あんまり行ってないんでございますけれどもね、たまーにですよ、もうめっちゃめちゃ夢の時ね、もうマジで何もすることがないわっていう時は、まあ行ったりね、するんでございますけれども、まあそれでもね、どれぐらいなの、2ヶ月に1遍とかそんぐらいのレベルかなというふうに思いますから、まあパチンコもね、まあまあ、ほどほどにしておきましょうということでよろしくお願いいたします。まあ天気の話からね、パチンコの話に広がっていったわけでございますけれども、よろしくお願いいたします。じゃあ行きましょう行きましょうよ。朝元気よく行っちゃいましょうよ。皆様にお伝えすることが何個かあります。というか、今ビットマン TV がかなりバズっております。よろしくお願いいたします。何でバズっているのか。そう、ここでございますね、ここ。はい。チャーローさんという方ね、この方が NFT を作っている方なのかな？うん。カメレオン絵師という形で、チャーローさんという方がいらっしゃるんでございますけれども、この方がね、昨日ですよ、昨日ね、ポストしてたの。で、ビットマン TV もほら、存じ上げなかったので、フォローとかはね、別にしてなかったんですけれども、やっぱりほら、ね、クリプト業界ということで、まあ、NFT もそうですよね。クリプト業界ということで、一つ、ビットマン TV の、タイムラインの方にパリーと流れてきたんですよ。で、娘さんね、8歳の娘さんの、宿題を見てたと。で、この問題ってどうしたらいいかわかるって、まあ、あったんですよ。で、まあ、ビットマン TV ね、数学をほら、まあ、普段というかね、まあ、週2回でございますけれども、もう今はね、サイドファイヤーみたいになっておりますけれども、大学入試を控えるね、ワーコードたちに数学をまあ教えているわけでございますよ。うん。で、その中でね、分数の問題かと思ってこう見たら、0割る8は、まあ、わかると。まあ、0でしょうと。で、18割る0っていうのが、まあ、何なのかがわからんと。で、ここに書いてたんですよ。答えは0らしいんだけど、これ0になるって書いてあったから、いや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 、0にはならないよ、みたいな。絶対0にはならないし、割り算で割る0という作業自体はね、そもそもできませんから、定義上不可なんですよ。うん。で、それを、じゃあなんて言おうかなというか、まあね、小学校3年生ぐらいでしょ？多分8歳だったらね。だから、まあね、なんでできないのっていうふうに言われたときに、ね、父ちゃんが、いわゆるチャーローさんがね、まあ説明ができるようにしようかなと思って、まあこういうことだよね、っていう形でビットマン TV で入れたのよ。こんな感じで。まあ定義とか言ったってね、やっぱりほら、小学生でわかんないでしょ？だから、まあ、0割る8に関して言うと、ね、0個のケーキがあります。じゃあ8人で割りますよと、ね、割りますけれども、割った1人当たりの、ケーキの割り当て数何個ですかって、いやいや、そもそもケーキ0個なんだから、いや、0でしょと。これはわかるでしょとか、0割る8、ね、これは0でしょっていうのは、まあ、僕当然わかるかなっていう感じ。じゃあ、18割る8ってこういうことですもんね。18個のケーキがありますと、じゃあ、0人で分けたら、いや、そもそも割り算っていうのはね、割られる数割る数じゃないですか。ね。丸割る三角だったら、丸を三角で割るわけでしょ。だから、割られる数があって、それを割る数で割るわけですよ。で、出てくる答えは何かって言ったら、割る数一つに対する割り当て数なんですよ。割る数一つに対する、分け前っていうことね。OK でございましょうか。だから、例えば4割る2とか言われたら、ね。4個のケーキを2人で分けます。じゃあ、1人当たり何個になりますかっていうのが、割り算の答えが、それなんですね。割り算の答えが1人当たり何個ですかっていうのが割り算の答えですから、じゃあそもそも分け与える人がいないんだから、割り算自体不成立に
になるんですよね。だからそういう意味で言うと、定義上割る0っていうのは答えなしなんですよ。なしなんです。だからそういった意味で6番18個のケーキを0人で分けたら、だって答えは、1つ割る数1つに対する割り当て数だから、割る人がいないんだから答えあるわけないやんっていうことになるわけよね。でここ最後にね、割り算は分け算やからと、割合算やからという形で、まあビットマン TV はこれごく当たり前に、まあほら数学を教えてるからね、まあそういう意味で言うと、まあごく当たり前にそれはずっと理解していたわけでございますけれども、これをね、これ、ね、このチャーローさんの質問に対してね、まあいわゆる返信ポストかな、みたいな感じで入れたらもうね、この返信ポストが 1.3 万いいね、そしてインプレッション数が246万インプレッションつくというね、もうちょっとこのバズりの範囲の中に入っていいのかな、バズってしまいましたということで、ありがとうございます、ありがとうございます。でね、あのチャーローさんにもね、先ほどね、ちょっとこう普通にほらタイムラインっていうか、もうあのメンションでね、ちょっと返信もらったんですけれども、いやいや、このコメント返しで 1.3 万いいねってこれえぐいっすよね、普通にみたいな。で、もともとあのポストをしたね、このチャーローさんがポストをしたのが、ここすごいですよね、この割り算の質問だけで2082万インプレッションね、そしていいね数が4万いいねを超えている。で、リポスト数であるとか引用数とかがもう4000以上超えている状況になっているので、まあそこにね、ちょっとこう便乗した感じもあるわけでございますけれども、あの別にもともと便乗しようと思って便乗したわけじゃないからね。あのね、これチャーローさんがこの割り算の質問を出している時に多分ね、結構ねすぐ見たと思う。だからコメントはあんまりなかったのよ、あんまりなかったんで、すぐ見たんで、そこまでね、回数ついてなかったので、入れた後にバーッとなんか突き出してね、わーっと突き出して、なんかすごい大バズりをね、このポスト元が、したということで、便乗ありがとうございます。まあちょっと面白いよね、こんな感じで、あ、バズるんやーっていうのがね、ちょっと思ったわけでございますよ。で、ビットマン TV の嬉しいことに、ビットマン TV のね、この割り算の、まあこういう風に教えれば分かりやすいと思いますよみたいな感じで、割り算ね、こういった形で教えたら、まあ小学3年生ですよ。だからビットマン TV ほら、そこまでこうね、頭をっていうか、こう意識をこう下げていったわけよ。だから言ってしまうと、定義なんて言われたって分かんないでしょ。で、リズムされたってかなり難しいと思うのよ。で、割り算は割り算でやるんだけど、じゃあ割り算の答えって何が出てくるのっていうのを、そこから先にまあ学校の先生が教えていればね、いいかなと思うんだけれども、だからまあ小学3年生だから、詳しいことね、定義なんて言われたってもう魔界に入りますよ、本当にね。魔界入り確定みたいなね、感じになると思うから、まあこういった形でね、ちょっとこう小学生でもある程度こうイメージがしやすいように、わかりやすいようにね、まあ入れたわけでございますけれども、まあ算数力っていうのはね、算数ですよ、算数のっていうのは結構イメージする力が重要なのかなと。だからわかります？イメージする力が、まあいわゆる算数のをまあ鍛えるのかな。まあ、算数のが高い子っていうのは結構イメージ力がやっぱ高い子が多いですからね。で、数学っていうのは、まあ中学校とか、例えば高校の初めの方とかになるとね、数学に、まあ、なるわけじゃないですか。で、数学っていうのは、まあ、イメージというよりも、結構、その、情報処理能力脳が強くないとダメっていう感じね。だから、イメージというよりも、情報能力、情報処理の速度が速い子がやっぱ強いよなっていう感じがするんで、だから、算数脳と数学脳って、そもそもまあ、土台が基本は違うような感じがしている、ビットマン TV もね。ただ、その数学に関して言うと、高校、例えば3年生とかのね、例えば大学入試を控える直前の数学とかになると、これは、いわゆる図形の問題の中にね、かなりイメージ力を必要とするものが出てくるからね、積分で表面積を求めるとかね、積分で体積を求めるなんて、図形をほら、ね、言ってしまうと図形を、いわゆる3次元空間でくるくる回して、その体積何ですかとか言われたりするんですよ。で、そういった、もののね、解放の一つとしたら、いわゆる回転軸に対して垂直にバリッと切っていく。表面積を求めて、その表面積を全体的にバーッと集めていけば体積ができるよねっていう理論なんですよね。だからその回転軸に対して垂直に切った時の図形をね垂直に切った時のいわゆるその断面の図形のイメージが持てないとこれは、その問題が解けないんですよ。だから高校数学でも初めは情報処理能力脳が必要なんだけれども、最後ら辺になるとその情報処理という計算力ね、言っちゃうとね、その計算力とある程度のイメージ力がやっぱり必要になる問題が出てくるから、だからそういった意味で言うと、まあその、まあ算数の話に戻りますけどね、算数に関して言うとですよ、まあ言ってしまうとイメージ力がね、かなり重要かなと。で、これが鍛えられていればいるほど、小学生のうちからね、鍛えられていればいるほど、言ってしまうと、高校でね、そこまで初め勉強していなかったんだけれども、例えばほら、ラスト1年間で東大受かりましたとかね、ラスト1年間で医学部に受かりましたとか、ああいった夢物語って本当夢物語なんですけれども、そうそういないんですけど、そういったことを成し遂げられる子っていうのは、全く勉強してなかったのね。例えば中学校、高校で、
ほぼ勉強してなかったのに、もう大学入試の1年前に勉強を鬼のようにしだして、もうそういった超一流大学に通る子っていうのは、小学生の時にね、その算数の、つまりイメージ力っていうのも先に鍛えちゃってるから、しかもほら、算数っていうのは、いわゆる計算も入ってくるでしょ。だから、ある意味情報処理能力の結構初期段階も入ってくるの。だから、そういった意味で言うとね、ビットマン TV の子供も、やっぱクモンに生かして、まあ情報処理能力を、まあ鍛えつつね、やっぱり算数はイメージ力が重要だから、イメージ力をやっぱ膨らましてほしいなっていう風な意味を込めてクモンにね、入れているわけでございますよ。やっぱり計算もかなり重要だし、想像、イマジネーション力っていうのも算数を鍛える意味においてはね、ものすごく重要でございますから、まあそういった仕組みにね、やっぱりこう、小学校の算数から、大学入試、いわゆる数学まで、ある程度こう繋がっているのかなというふうに思いますからね、そこは意識しておいてください。まあ、誰に向けて言っているのっていう話でございますけどもね。で、だからその中で言うと、やっぱり算数ので重要なイメージ力、ここをやっぱりこうね、説明する学校の先生であるとか、あとはね、家で教えているね、お父さんお母さんであるとか、やっぱ教えづらい時ってあると思うのよね。教えづらい時なんて言えばいいのかなというふうに思う時もあると思うんだけれども、それをある意味大人の、脳みそを使って結構身近な問題に置き換えてちょっと考えてみるっていうのは重要なこと、重要なことだし、かなりいいことだと思う。やっぱり子供がその時にね、あっって納得してくれたら、子供ってそこからね、また自分で歩き出すっていうね、状況をやっぱり作り出していくものでございますから、ものというか作り出していくね、人でございますからね、ここは一つ、ヒントとしても与えてあげるっていうのはいいことかなっていうのは思いますよね。まあそういった意味合いも含めて、まあこういった形でね、まあ教えればある程度伝わりやすいんじゃないんですかみたいな感じで、だから今言ったこの6番わかるでしょ。18割る0は0じゃなくて答えなしですからね、基本的な。でその中でね、さっきも言いましたように、もう本当に引用ね、引用ポストをしてくれてる方がね、もうめちゃめちゃ多くてね、わかりやすいって言ってくれて、めちゃめちゃ嬉しいやんっていう風にね。いやいや、まさか、いや、逆にこんなに、割る0を教えるのに、やっぱみんな、なんて言えばいいのかなって思ってたんだもんね。だってこう、調べると、エラーとか、電卓とかで弾くとエラーとか出てくるんですよ。計算ができませんみたいな感じで、出てくるんで、定義上不定義ですよみたいな感じで出てくるんでね。だから、割る0に対する需要がこんなにあったんだなと。で、1.3 万いいねもつくし、これ750件のリポストもね、してもらったし、本当にありがたき幸せということで、本当にまさかまさかのね、需要があったんだなということで、嬉しい限りでございます。よろしくお願いいたします。でもね、まあ、ビットマン TV、まあ、本業は2つね、まあ、数学を教えるっていうこともそうだし、あとは、まあ、YouTube でね、こういったクリプト業界で発信をしていくっていうのも、まあ、仕事の一つでございますからね、そっちの方でも、頑張っていきたいなと、クリプトの方でもね、しっかりと結果を残していきたいなと、いいねであるとか、チャンネル登録者数であるとかね、そういったところ結果を残していきたいなというふうに思いますので、これを機にね、知ってくださった方、ぜひともね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあね、いろんな考えを持った方がいるなというふうには思う。で、あと一つね、この中でね、18÷0 は無限大。例えばね、電卓とかで弾くと、インフィニティって出てくる時あるんですよ。インフィニティっていうのは、無限大のっていうふうなね、意味があるんですけれども、無限大っていうふうに答えている方もいた。ただ、厳密に言うと、これは無限大じゃないね。無限大じゃない。そこはさすがに完全否定。無限大っていうのは何かっていうと、いわゆるね、この、0分の18ってあるでしょ？ね、18÷0 あるでしょ？で、この0が、いいですか？ 0 って確定じゃなくて0に限りなく近づく。限りなく近づくんだったら。それは答えが無限大ね。でも、その0に限りなく近づくっていう、サインがここにはないんですよ。サインっていうのは何かって言ったら、高校数学で言うとこのリミットってやつですよね。リミット、分母0を、いわゆる、リミットっていうものがついていればね。で、例えばこれ x 分の18とかで x を0に近づけますよっていうサインが近づ、ついているんであれば、そのね、x 分の18、だリミット x to 0っていう風な状態になっているんであれば、分母がどんどん0に近づいていくから、いいですか？分母がちっちゃくなるってことは、わかりますよね？全体の数というのは大きくなるでしょ？どういったことかって言ったら、1分の18っていうのは、1分の18って18でしょ？じゃあ、0.1 分の18っていうのは180じゃないですか。0.01 分の18っていうのは1800じゃないですか。言ってる意味わかりますよね？だから、分母がどんどん0に近づいていけばいくほど、全体、分数全体の大きさっていうのはどんどんでかくなっていくわけですよ。だから、リミットっていうものがついていれば、それはね、当然、0分の18、リミットがついていればですよ。0分の18っていうのは、まあ、いわゆる無限大にね、まあ、発散をしていく、無限大になっていくよね、って話なんでございますけれども、今回はそういったサインも何もないので、分母が0で確定した時にっていう話でございますから。だから、確定した時にってやられた時に、確定そもそもできないし、割り算できないですよっていう話になりますから、これは答えがなしということで、何ら問題ないということでね、認識しておいてください。よろしくお願いいたします。まあね、数学系をやっているとね、簡単なものを、ね、
がたくさんあると思いますけれども、やっぱり教えている立場としたらね、やっぱ思いますよ、簡単なものを教えることこそやっぱり一番難しかったりするのよ。最難関だったりするのよ。なんでかというと、簡単なものって自分では理解できるでしょ。でもそれを人に理解させる、例えば1たす1がなんで2なのなんて言われたって相当難しいでしょ。これですよ。でも1たす1は2だよねって、いわゆる大人、私たちはね、それはなんか当然当たり前のこととして覚えてるけれども、例えば幼稚園生とかにね、1たす1は2なんだよ、え、なんでですか、1たす2はなんで3じゃないのみたいなね、ことを言われた時にどうやって説明していけばいいのかなって思うと思うんですよね。だから単純なものこそ、簡単なものこそやっぱり教える側としたらね、最難関だなというふうに思う。そこをやっぱりこう、まあビットマンTVも普段やってる仕事もそうですけれどもね、まあイメージしやすく分かりやすく、あ、そうか、そんなに、あのね、問題を難しくしているのは自分自身ですからね、特生徒とか、生徒自身なんですよ。だから、そういった意味で言うと、簡単なものを、ね、簡単に、難しいものをさらに言ってしまうと簡単に教えることで、生徒自身が、あ、そうなのかと、なんで自分はね、そんなことをこんな難しく考えていたんだろうと思ってもらうことが、一つね、いわゆる教育というものにつながって、教育ということなのかなっていうのはやっぱり思いますからね。だから、難しいことを、難しく教えようと思ったら、いわゆるそっちの方が簡単かもしれない。わかりますね、言ってる意味ね。難しいことを難しく教えようとしたら、そっちの方が簡単かも。難しいことを簡単に教えることこそが一番難しい。だって人に理解してもらうっていう意味で言うと、そういうことをしないといけないわけだから、自分自身だけだったらね、難しいものを難しく捉えていても、別に理解していれば何ら問題ないけれども、ということになるわけでございますよね。OK でございましょうか。だから、よくね、ビットマンTVもね、言うんですよ。教科書あるでしょ？教科書ね。教科書をバカにするやつは絶対大成しないからだって、いつも言うんですよ。だから、とにかく、ね、授業があるときはね、いいですか、教科書を絶対持ってこいって言うんですよ。教科書を持ってきなさい、それが基本なんだぞって。で、教科書って理解するの実は一番難しいからねって。教科書簡単だって言うやつは、これは数学であるとか算数が分かってない。教科書を理解することが一番難しいんだよということなんですよね。だって教科書って定義とか定理っていうものが書いてあるじゃないですか。ああいったものを理解していかないといけないっていう側面もあるからね。特に高校数学とかになると、そういったものをある程度理解して、理解しないと例えば式が作れないとか、そういったところにもつながりかねないので、だからそういった意味で言うと、根本の根本、基礎の基礎を教えてくれているのが教科書なんだけれども、その基礎の基礎が難しいから、教科書は一番難しいというふうに言ってるんですよ。 OK でございましょうか。だからね、あのね、塾の先生とかね、例えば予備校の先生とか、またまた学校の先生とかで、あれよ、教科書をね、バカにする先生、教科書をおざなりにする先生っていうのは、これね、ビットマンTVはっきり言いますけど、そういった先生にはね、もうごめんなさい、ついていかない方がいいと思う。これは数学というか、勉強の根本をフル無視しているに、過ぎないから。フル無視しているのと、意味合いは同値だと思ってるからね。だから、そこをバカにする先生は、教え方も下手くそなんだろうなーっていうふうには思う。そういったところをね、しっかり判断材料としてみてくださいよ。よろしくお願いいたします。教科書こそ、ものすごく大事なもの。これこそ、1の1、2の1番に抑えるべきものでございますからね。ここはしっかりと。で、その中で、ここの言ってる意味はよくわかんないんだよねって、それを解決してあげることで根本解決にね、やっぱり繋がっていくことが多い。問題を解きながらだと、根本に戻ってっていう作業をしないといけないので、言ってしまうとね、まあ、効率はいいんですよ。ある一定のレベルのまで行った子に対しては、効率はいい。もうガンガン問題解けみたいなね、感じで、それはめちゃめちゃ効率がいいんだけれども、もう鼻から数学が苦手っていう子。だからその、なんていうのかな、計算はできるんだけど、根本が特に追いついていないよねっていう方は、当然教科書はね、間違いなく重要だからね。だからそこをしっかりね、意識していきましょうと。ただ、リズメばっかり行きすぎると、これはまた数学嫌いのね、一つの大きな原因にもなりかねないので、そこに対して、例えば、ミッションとして、計算問題たくさんやらせる。100問計算問題やらして、タイムアタックみたいな感じで時間を測るとか、それって一つのゲーム感覚でできるから、だからそういったものもやっぱり必要にはなるよねと。だからそれをやってくれるのが、言ってしまって、クモンなんですよね。だから、なんていうのかね、算数とか数学の、いわゆる嫌いな部分ばっかりを見ずに、面白い部分も確かにあるからね。さっきみたいに計算でタイムアタックをするとかね、リズメされたって、小学生はなんかもう意味がわかんなくて、いやってなっちゃうでしょ？分度器、右から測ればいいの？左から測ればいいの？とかね、そういう形にな、もうよくわかんねえから、もうどっちでもいいやみたいな感じになると思うんでございますよ。だから、そのリズメばっかり行くというよりも、楽しさをね、その中で一つ。で、あとはリズメで行かないといけない部分は、ある程度イメージしやすいようにね、噛み砕いてできるよう、説明をね、するっていうのはやっぱり重要なことかなっていうふうに思いますからね。まあそういった意味でね、入れていったわけでございます。よろしくお願いいたします。まあ話戻りますけれども、
こんな形でね、本当に便乗バズりありがとうございます。もうね、ちょっとこう真面目に、ポストをしたのがこんだけね、皆さんに受け入れられて本当に嬉しいなと、バズるってこういう感覚なんだっていう風にね、思った次第でございます。はい、それでは、ごめんなさいごめんなさい、ご案内関係というか、直近で面白いことがありましたよという形でね、ご案内させてもらいました。で、このチャーローさんという方はね、なんかほら NFT でカメレオン絵師という方でございますから、こういった形でカメレオンのね、NFT を作っているらしい。で、あんまり宣伝したくないけどっていう風に言っているけれども、いや、宣伝するのは重要でしょ。だって自分のね SNS だし、まあ、ある意味ね、いや言い方は悪いというか、普通にお金が稼ぎたいと思って SNS を始めて、自分がやってる活動を広げていこうって思ったわけでしょ。だからこれは重要なことだと思いますよ。どういったものが、バズったきっかけかはわからないけれども、多くの人に見てもらうっていう観点で言うとね、これは全然間違いじゃないし、ここを否定するんだったら、なんで否定するの逆にって思いますね。別にいいじゃないっていう感じ。もともとはその活動をやっていたわけだからね、全然いいでしょって思いますからね。よろしくお願いいたします。だから、この、グッズが NFT にしようかなというふうに言っているんで、ぜひともね、見た方は、いいねボタンとかリポストをねしてあげたら喜ぶんじゃないかなというふうに思いますよ。で、次行きましょう。みんなでね、やっぱりほらクリプト業界全員で盛り上げていきたいなっていう考えもビットマン TV ねあるんでね、やっぱりそういった活動を応援しております。で、あとはこちら、割り算も大事だけれども、ビットゲットも大事ということで、ビットゲットのね、上場案内か、GK シンク、が、ビットゲットに上場しますよと。で、取引をねしたい方はぜひビットゲットさんでね取引をしてみてください。よろしくお願いいたします。上場はもう開始されているということで、アカウントに関しては、アカウント解説のリンクに関しては、こちら X でも貼っておりますし、この動画の説明欄の方にもね同じものを用意しております。先物手数料、ビットマン TV 専用の、リンクでございます。先物手数料はね 30% 割引と、あとはね、取引所さんとの間で何かしらほらちょっとこうトラブル関係が起こった時に、ビットマン TV もねサポートすることができますから、まあそういった意味でねご利用いただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、あと一つ、はい、ビットゲットさんの方でもまたまたね、新規登録のキャンペーンをやっているということで、水徳キャンペーン、まあ、書いてますよ、ビットマン TV がね。夏を迎える最後の山場、強気相場の準備はビットゲットでしようじゃないかということで、簡単なタスクをこなすだけで50ドルゲットできますよという感じ。はい。ここに載っております。こなすべきタスクかな。KYC 認証であるとか、入金、取引料、そしてアプリをダウンロードしてくださいと。それをしてくれるだけで、50テザーがね、まあ、もらえますよということでございますから、ぜひともね、ご利用なさってみてください。よろしくお願いいたします。これっていつまでなのかな？あ、書いてますね。6月30日まで。まあ、6月いっぱいということでございますから、クリプト業界にね、例えば取引とか現物購入とかで入ったばっかりの方、まだね、海外取引所作ってらっしゃらない方多いと思いますから、ビットゲットさんね、ぜひともね、ご活用なさってみてください。よろしくお願いいたします。はい、で、行きましょう。ビットマン TV が、便乗バズりしているよという話と、あとはビットゲットさんのね、キャンペーン案内でございました。で、重要ニュースはお一つだけ、サクッといきましょう。こちら、リップルがね、このビットコインの、下落時代の中ね、ちょっとこう、昨日からぐっと 0.03 ドルぐらいかな、ぐっと価格を持ち上げていた。まあ、これが要因なのかな。リップルの CEO が、はい、CBDC、中央銀行デジタル通貨だったかな、 CBDC で、10カ国政府との提携を発表したと。これかなり大きいと思いますよ。はい。読んでおきましょう。リップルの CEO、ガーリングハウス CEO が、CBDC 開発のため、10カ国政府との提携を発表したと。で、中央銀行発行のデジタル通貨っていうことね。同 CEO は、CBDC 開発のため、10カ国の政府と重要な提携関係を結ぶと発表。で、詳細はまだ、未発表か。で、今回の取り組みは、安全で効率的な取引メカニズムの必要性に駆り立てられた。金融セクターのデジタル化に向けた幅広い傾向を示していると。で、同社が様々な政府と提携していることは、国家デジタル通貨にね、ブロックチェーン技術を採用する上で、極めて重要な進歩であって、これらの政府 CBDC は、従来の通貨に対して安定した価値を維持するように設計されたステーブルコインと同様に機能をしますということですね。で、全てのコラボレーションが公開されているわけではないが、この取り組みはより安全で効率的な取引メカニズムの必要性にね、駆り立てられた金融セクターのデジタル化への大きな転換をね、示唆していると。で、リップルはこれらの国々の業務を合理化して、金融の透明性と国境を越えた取引の効率性をね、高めることが当然期待をされていますよ。やっぱりね、国境間取引、国境間送金ね、国間同士の、お金のやり取りにおいては、やっぱりスピードであるとかね、そういった意味で信頼性、そういったものがやっぱりこうね、ものすごく大きく関わってくるでしょうから、だからこう、今回はその信頼性という部分でかなり打ち出していこうかなっていうところがあるのかな。ただ、まあ、いろんな問題もまだ残されていますよね、っていうのが下の部分。さらに、リップルはアムステルダムで最近開催された XRP レジャーコミュニティサミットで発表されたステーブルコインね。ここ、リップル USD っていう風に言ってるのかな？リアル USD。一応、ビットマン TV が見たのはリップル USD だったんですけどね。導入に向けて準備を進めていると。で、この新しいステーブルコインは、アメリカドルに直接リンクすることで、
XRP レジャー内の取引を安定させることを目指していると。で、リップル USD は XRP レジャーとイーサリアムで利用可能になって、様々なブロックチェーンプラットフォームでより幅広くね、利用できるようになりますと。で、このローンチにより、ブロックチェーン愛好家から信頼できるデジタル取引オプションを求める金融セクターの専門家まで、まあいろんな人たちがってことでしょうね。より幅広いオーディエンスを引きつけていきますと。で、リップルの市場ポジションを強化することが期待されていると。で、リップルの金融セクターにおける影響力は拡大をね、今していて、最近、日本の銀行 80% が、かなりだね。80% がリップルと提携をして、ブロックチェーン決済ソリューションを提供していることが明らかになっていると。で、さらにリップルの CBDC パイロットプログラムへの関与は、コロンビア、ジョージア、パラオ、ブータン、モンテネグロなどの国々にも広がっていて、中央銀行システムの世界的なデジタル変革におけるリップルの役割を示していますよ、と。ただ、まだね、依然としてちょっとこの問題が、ありますよね。リップルは特に規制問題で継続的な課題に直面している。同社は現在、オンデマンド流動性サービスのコンプライアンスを中心に SEC とね、まあ、いわゆる裁判がまだ続いているじゃないですか。で、SEC はリップルの ODL 販売慣行が特定の規制にね、違反する可能性があるという懸念を表明したが、リップルはまあこれにね、まあ、いわゆる反論していますよと。で、さらに、最後。ガーリングハイス氏は将来について楽観的。 SEC によるビットコインとイーサリアムの ETF の承認を、まあ、受けてね、規制環境の変化の兆候として挙げていると。で、これらの展開が近い将来、おそらく2025年に XRP ETF への道を開くね、可能性があると考えていますよと。で、この期待はリップルが、投資の可能性の範囲を支配的な暗号通貨を超えて広げて、競争の激しい金融テクノロジー分野でより確固たる足場をね、築くことに自信を持っていることを反映していますよということですね。まあ言ってしまうとね、まあリップルが作り出すもの、まあ、端的に言うとですよ、まあ、かなり詳しいところまで話を入り込んでしまうとね、多分めちゃめちゃ難しくなると思うんで、まあ、端的に言うとやっぱりほら、リップルを使った商品、リップル社が提供する商品をやっぱり使う人たちが多くなればなるほど、そのバックボーンにあるリップルの需要性もおのずと高まっていくよねっていう意味で、リップル自体の価格もやっぱり上がっていくんじゃないかなというふうに思いますからね。だってね、リップル社が XRP を提供、まあ、提供とかね、出しているわけでございましょうから、ここをおざなりにすることはやっぱりないんじゃないかなというふうには思う。どんな問題があろうとね、そこを、切る。それはいわゆる XRP を、リップルを応援して来た人たちのね、いわゆるコミュニティの方々を裏切ることと同時でございましょうから、さすがにそれはしないでしょうということでね、やっぱり何かしらの、戦略があっての、ことだと思いますからね、そういった意味も全てひっくるめると XRP の、今後の価格上昇にはね、やっぱりこう期待していきたいなというところがございます。楽しみなところでございましょう。はい、で行きましょう、行きましょう。この流れの中で、はい、ビットコイン、からイーサリアムチャート見ておきますよ。行きまーす。はい、まずはこちら。はい。ゆっくり見ていきましょうかね。まあまあ、一通貨あたりの時間そこまで長くない状況でいたしましょう。ビットコインの価格、ただいまの価格が65,800ドル付近をね、推移しているような状況でございます。で、ビットマン TV もね、先物のポジションを持っておりました。持っておりました。はい。66,000ドルでロングインをしていって、66,000ドルでロングイン。どこだったかな？それこそ、日曜日だったかな？日曜日あたりだったかな？ロングインをして、この反発ね、2日間、日のこの反発は取れずに、どこだったかな、ごめんなさい、ちょっと忘れて、日曜日だったかな、うん、この上端6万7000での手締まいが、でき、あの、や、手締まい自体はせずにね、一応見ていたんですよ。で、それこそだから昨日かな、うん、下値をね、下を試してきましたよ。ドルベースで言うならば6万5000付近を試してきて、ここで一時反発をしてきて、その時に確か手締まったのかな、6万6300ドルでもう全て流しました。なんでかっていうと、やっぱりね、このうん、まだね、逆三尊の形成途中っちゃ形成途中なんですけれども、その間をね、短期的に、レジサポ転換線ね、レジサポ転換線がはっきりと作られていて、ここ6万7000ドル付近に、6万7040ドル付近に、レジサポ転換線がはっきり作られていて、昨日ね、上値をね、これ抜けられなかったんですよ、6万7000ドルね。だからもうそこが、ちょっとこう、下は下で、大きくね、試していくし、上は上で、重要なレジサポ転換線を上にブレイクする力がないということを判断、ないということを見て、これはちょっと一回ね、大きく落としてこないと、上昇の勢いがね、逆についてこないんじゃないかなと思って、もう手締まいをしました。プラスの状況で手締まいしておこうと。で、今見るとね、もう6万6000ドルを割れ込んでいるので、一応、まあ、戦略というか見立て、まあ、市場のね、雰囲気っていうものを測ったと、
時は、その時はね、市場の雰囲気を測った上でもある程度成功したのかなっていう感じ。まあ、どこまで落ちてくるかっていう問題ですけどね。この6万5000ドル付近で、耐え切って、もう一回反発上昇の流れに行く可能性もありますからね。まあ、それは結果論であってどうなるかはわからない。で、今の状況で言うと、6万4500ドル付近。6万4500ドル付近を割れ込むと、日足の雲下割れ起こしますし、一旦ここね、この付近。この付近で作られていたレジスタンス、上にブレイクして一旦押しを作って水平のサポート、ここもだから薄めに作られてるんですよ。6万4500ドルあたりがね、薄めにレジサポ転換作られてるんで、6万4500ドルを割れ込んでしまうと、これはもう本当に、5万8000ドルから6万ドル付近への下落っていうのがね、これは本当にリアルに考えられますから、ちょっとロングインをしている方々は、小幅反発でね、特に KCG へ参加している方、短い期間でトレードしている方ですよ。これはもう小幅反発で、ある程度今の市場の雰囲気で取っていった方がいいんじゃないかなというふうに思う。利確をしていった方がね、いいんじゃないかなというふうに思いますから、ここは意識しておいてください。で、じゃあ、どこで握ったものをある程度長い期間保有しておけばいいの？やっぱここでしょうね。5万8000ドルから6万ドル付近で、やっぱりこう耐え切って上に上がってくるような状況が見ていけるんだれば、この5万8000ドルから6万ドルでポジション構築をしたものに関しては結構長期的に、ポジション、保有をね考えておいてもいいのかなと。ただやっぱり損切りっていうのははっきりと意識はしておかないといけないと思うんで、そういった意味で言うと、このフェーズの一番下端値ね、いわゆる逆三尊のヘッド部分っていう風にも見ていけるでしょう。このヒゲの最先端5万6500ドルを割れ込んだら、やっぱり5万8000から6万ドルでポジションを作ったものに関しても長期目線で持っておくとは言ったものの、ここね、5万6500ドルを割り込んだものに関してはもうクラスやっぱり損切りを1回はしておくべきかなと。で、さらにその下、次は5万ドルでのアタック、ロングインアタックで話を進めていけばいいかなというふうに思いますからね。ここは意識しておいてください。よろしくお願いいたします。だから今のこの値打ちっていうのは特別ね、スイングトレードをやるとか、長い期間のね、何ヶ月単位で持つとか、そういうところではないようなね、やっぱり感じもするかなと。短期トレーダーの方々は、まあ、結構ね、細かい範囲での値動きがポツポツあるんで、まあ、利益が取りやすいところにはなるのかなと思うんだけれども、それにしても、ちょっと下試しを行っている、ところがかなり気になり、まあ、下ヒゲは伸ばしているんだけれどもね、上は上で抜けられないし、移動平均線も覆いかぶさっているんで、これはもう売りの圧力に負けて、一回かなり大きくね、下落して落ちてくる可能性が高いんじゃないかなというのはね、思うところ。ただまあどうなっていくかわかんないんで、ショートインをするんだったらね、6万7000ドルでのショートインかな。だから今じゃない、ショートも今じゃないっていう感じね。ロングもちょっと今は微妙、どっちつかずな状況でございますから、ロングもちょっと微妙。小幅で入れるんだったらもうここ6万4800ドルあたりでちょっと小幅反発を狙って入れていく。ただもう長い時間耐えきれるっていう自信がここないので、ビットマン TV もはっきり言えないので、もう小幅反発で利益確定で、割れ込んだら生還をして、ここでロングインをしていく、みたいな感じでね、やっていくのがいいかなって思いますから、そこは意識しておいてください。はい、で次行きましょう。次はイーサリアム。ただいまの価格3467ドル。今下を支えているのが、日足長期の移動平均線、日足中期の移動平均線が下をね、支えているような状況。一旦はね、スパイクローがね、作られていたわけでございますけれども、3650ドルというレジスタンスラインをね、抜けられずに、やっぱり短期税のね、利益確定であるとか、あとはショート税のポジション構築であるとか、そういったところが重なって大きくね、下にまた押し戻されてはきているんでございますけれども、様相が良くなってくるのはやっぱここでしょうね。日足短期の移動平均も重なっているので、やっぱり3650ドル、ここを明確に上にブレイクしていけば、実体レベルで抜けていけば、まあこれ形的にもダブルボトムも成立するし、いわゆるサポレジ転換線も上に抜けていく、短期移動平均も上に抜けていくということで、上が大きく開けていきますからね。ここを抜けていけばロングチャンスとしては確実にね、まあ捉えられるかなというふうに思いますので、ロングインはまずこの一つの3650ドル超えが候補のうちの一つで、今の段階ではやっぱりこうロングインもなかなか入れづらいと思います。だから、割れ込んだことを想定して、まあ2800ドルあたり、ここでのまあこれ見たらわかると思いますけど、かなりねサポートとしては機能しておりますから、2850ドルあたりっていうのはロングチャンスとして、もう一個のロングチャンス場所としてはね、抑えられるかなというふうには思う。だから大きくね動き出してく、る、まあ前触れともまあ捉えられるかなというふうに思いますから、まあね、同じ価格帯でいわゆるまあレンジ相場を組んでるような状況ですからね、どっちかね大きく走っていったときに、ついていけるように、ついていけるというか、まあ、下に走っていけばね、これは逆に反発狙いでロングインができるように。で、あと一つはまあだからついていく、トレンドフォローでいくんであれば、下に大きく割れ込んで、もう日足の雲も、長期中期の移動平均も上に覆いかぶさりますから、そこでの戻り売りでショートインをかます。これはまあトレンドにね、まあ、トレンドというか流れに沿っていくような、フォローになるかなと思いますから、ショートインをしたい方でもだからまだ今の段階では違うよねっていう感じもねしますから、そこは意識しておいてください。よろしくお願いいたします。あ、で次はリップル。さっきの重要ニュースでありましたリップルいきましょう。ただいまの価格がちょっと持ち直して 0.504 ドル付近をね推移しているようなところ、まあこの通貨に関してはもうね、長期の移動平均がぐっと落ちてきましたから、
ここ 0.55 ドルあたりを抜けていけば、これもチャンス通貨になりますよね。 0.55 ドルを抜けていけば、この日足の長期の移動平均、そして重要なね、まあ、引き目で見たらわかるかなと思いますけれども、重要なレジスタンス、サポート転換線としてこの黄色のラインが発生はしておりますから、これも2つ抜けるということで、 0.55 ドルを抜けていけば、ここ 0.7 ドル付近までの、上昇っていうのがね、今の段階では見ていける可能性がありますよっていうのを思いますので、もしね入ろうかなと思う方は 0.55 ドル抜けからのワントライはあり、ただ 0.55 ドルを抜けたらまた損切りをして、 0.55 ドルを上にブレイクしたらまたロングインをしてっていう、ちょっとこうね、損切りとロングインのやり取りが激しくなるかもしれないけれども、やっぱりその損切りっていうのは重要だからね、損切りをしてやっぱり、またトライをしていく、損切りをしてトライをしていく、これはものすごく重要なことですから、だからもし 0.55 ドルを大きく割れ込んでしまったら、やっぱりこれは特に短期トレーダーの方々は損切りを実行してね、でまた上に抜けていったらまたロングインをしてっていう感じになると思いますけれども、損切りっていうのはやっぱりこれ必要なね作業でございますから、そういったところがある程度覚悟できる方は 0.55 ドルを抜けていってからのロングインで 0.7 ドルっていうところを目標価格に話を進めていくっていうのはいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で次上から下行きましょう。何を見ていこうかなとね、どの通貨もねグリ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 下がってきているんで、ちょっとねテンションがなかなか上がるじまいでございましょうけれども、ファイルコインももう5ドルを割れ込んでしまったということで、まあビットマン TV はね、この通貨に関してはファイルコインに関しては、ここはもう長期のね現物としてやっぱ捉えている側面が大きいので、まあこういった形でございましょうか。はい、大きいのでこういった形でございましょうね。ある程度サポートレジサポ、右下がりのねちょっとずれ込みましたけれども、このあたりがだから4ドル前半ぐらいまでちょっと今の段階で言うとね落ち込んでくる可能性がありますよねというところ、直近で言うと高値切り下げ、安値切り上げのちょっとこうね、三角持ち合いチックなものが作られてて上に抜けたんだけれども、売り集めをされて押し戻されてしまったんで、その流れでもうねサポートも効かずにグリグリって落ちてきてます。で今ビットコインの地合いも重ねてねこれやっぱり落ちてきているんで、ビットコインがやっぱりほら6万ドルを目指して落ちてくる、6万ドル目がけて落ちてくるっていう観点で言うならば、4ドル前半ぐらい、ここまでの、いわゆる下落っていうのは全然想定ができるかなと思う。ただこの4ドルを下に割れ込んでしまうと、あとはねまた大きく下落をしてくる、いわゆる長い時間軸で言うと高値切り下げね、これね高値切り下げ、安値がある程度一定値の、まあディセトラ形成にちょっとこう入り気味だったんですけども、途中から力強さが出てきて上にブレイクしていった側面がある。だからまたディセトラ形成の途中段階で話が戻ってきますから、4ドルを明確に割れ込んでしまうと、それこそさらに1ドル以上の下落、2.7 ドルとか 2.8 ドルぐらいまで落ち込んでくる可能性がねありますから、まあそこは注意、で、まあ注意と言いつも、まあファイルコインに関してはね、長期保有目的での通貨として捉えておいてもいいかなと、 Dピン系通貨の一つとして捉えておくべきかなというふうに思いますから、まあ今となってはね。だからまあそこまで落ちてきたら現物保有量を増やしていく、っていうのは戦略のうちとしてはあり、現物ですねこの通貨に関してはね、そこはだから意識しておいてください。まあ、ビットマン TV 的な立ち位置としたらですよ、現物かなと思いますから、そこは意識しておいてください。よろしくお願いいたします。で、あと力強さが出てくるのはちょっとヒゲまで加味した修正入りましたよ。今ね上値を抑えるっていうところだから、上にアタックする 6.2 ドルあたりを超えても日足雲長期の移動平均が邪魔になるんで、それを全部抜けた後だから 7.2 ドルとかね 7.2 ドル付近をつけてくれば上への展開っていうのがもう一回復活してくるかなと思いますけれども、ちょっと今となってはねまだそこが見ていけないので、さっきも言ったように現物購入の検討通貨かなというふうに思いますからね、よろしくお願いいたします。マードの通貨を見てもねかなりグリグリ落ちてきているよということで、イルビウム見てみましょうか。ゲーム系通貨ね、なんか直近でイルビウムのなんかテストゲームができるようになったみたいなことがね言われてましたね。あのねビットマン TV もねそのテストゲームの登録はしてなんかもらえたんですよ。テストゲームやっていいですよみたいな感じでね、まだ実際本格的には稼働はしてないんですけど、一応ちょっとやってみようかなという感じで、イルビウムただいまの価格74ドル付近をね、推移しているような状況でございましょう。で、これを見ていくならばでございますよ。まあここのね急騰の流れからを見ておきましょうか。一応ねサポートラインがまあ言ってしまうと作られていた状況なんですよと、ここのフェーズでねサポートラインが作られていた、上昇率が徐々に減ってきていたので、いわゆるね、上昇のウェッジがねパリッと作られていたんで、この上昇ウェッジ、まあオーソドックスな流れで言うと下に割れ込む可能性の方が高い、だいたい6、7割ぐらい、まあ7割ぐらいって言われてるか、下に割れ込むっていうね可能性が高いと。だからそのセオリー通りにね、まあ言ってしまって今なってきていますよと。で今この上昇ウェッジを下に割れ込んでなんとか支えが入っているのはやっぱりこの移動平均線ですよね。かなり意識している方多いのかな。だからこの移動平均線、これを下に割れ込んでしまうとやっぱりね、あとは、そうね、移動平均線、そうね、移動平均線と、あとはまあ、水平で見ていくならば、上のヒゲつけている、一旦、まあ、このライン、ここね、一旦跳ね上げポイントとして、だからまだ、
この部分が、だから2月5日部分では、まあこれあの週足レベルですけどね、2月5日部分ではどこが推しになるか分かんなかったんだけれども、一応ここでサポートが入っているんで、それは前の段階、ここが上のヒゲ、2022年の10月あたりに上のヒゲつけて押されている、だからレジサポ転換としてある程度意識されていたのかな。それが起点となって上昇のウェッジを作られていたっていう状況でございましょうから、今耐え切っているのが、そのいわゆるね、レジサポ転換の一つ、後方ラインの一つで、今なんとか耐え切っている。で、あと一つはさっきも言ったように、週足ね、ごめんなさい、週足の長期の移動平均がなんとか支えになっているから、粘り越しているよと。だからこれを下に割り込むと、さらなる下落ね、40ドル付近。だからスタートラインまで戻ってくる可能性がありますからね。ここは一つ注意しておきましょう。長い時間軸でですよ、週足レベルで見た場合のね。で、あとは、日足レベルで見てもまあ、ある程度一緒かなという感じ。ウェッジを上にブレイク、上昇ウェッジを下にブレイクしちゃって、直近で言うならば、ここね、はい、下落の平行チャンネルが作られているような状況。高値切り下げ、はい、安値が一定値の下落の平行チャンネルがね、こういった形で作られているので、そういったところを考えていったとしても、70ドルあたりを割れ込むと、直近でも下落の平行チャンネル下割れということで、まだまだ下値をね、探っていく可能性がありますから、ちょっと70ドル割れには要注意。週足も悪くなるし、日足も悪くなるしね。だからちょっと長い時間軸でも、直直近の動きでも、下落の平行チャンネルが作られているんで、割れくなりますからね。70ドル割れをすると、40ドル、さらに半値で落ちてくる可能性もありますから、まあ、ここはね、注意をしておきましょうということで、よろしくお願いいたします。あとは何を見ていこうかなという感じなんでございますけども、久々見ましたね、イルビームね。うんで、あとは芝。ビットマン TV もね、現物で集めている芝でございますけれども、今の価格が、下5桁、18,800 あたりをね、つけているような状況を、一旦三角持ち合いを作っていたんでございますけれども、それをね、騙しで上に、騙しとか上にブレイクして、一応目標価格の下5桁、3万まで到達していった。売り圧にがかかっちゃって、下落してきて、その流れのまんま、もうね、サポートも効かずに、ブリブリーと落ちてきてしまいました。だからこのラインに関してはもう、フェーズとしては終わったから、まあ、消しておいていいでしょうと。で、今の段階で言うならば、もうちょうどね、ちょうど日足レベルで言うと、4月の13日につけてきた下髭ポーンのラインで、ここ下髭ポーンつけてるけれども、これは下落の平行チャンネルのいわゆるサポートラインと、あとは長期の移動平均線ね、この赤いラインがいわゆるサポートとして機能していて、大幅反発を起こしていったと思うんですよね。この形を、これ今のこの部分を見る限りですよ。で、じゃあ果たして今どうなのかって言ったら、それが何もないんですよね。そういった意味で言うと、下割れを起こす可能性あるよねと。この下髭を割れ込んだら当然ね、下割れを起こす可能性が今これ高いんじゃないかなというふうに思う。で、そうなったら下落の平行チャンネル作っていたけれども、これちょっと伸ばしていいかな、こういった形で伸ばしていいかなっていう感じね。下落の平行チャンネル作っていたけれども、この辺りかだから、16,000 とかね、この辺りぐらいまで落ちてきて、どういう動きをしていくかっていうのがね、やっぱり注目されていくのかなと。だから、下落の平行チャンネルもね、こういった形でも引けるよねっていう感じもするんですよね。だからまあ今ギリギリ耐え切っている感じみたいな、戻りであれでしたから、こういった形ね、こうか、だからここで今ギリギリ攻め込んでも下落の平行チャンネル作り上げていってるという観点で言うならば、サポートライン明確に割れ込んじゃってますね、これね。明確に割れ込んでいるということなので、まあ、一つの下落の平行チャンネルはもう下に割れ込み。だから、もう下落の注意報はもうなりまくり。で、前々からちょっと引かれていた下落の平行チャンネル延長の、いわゆるレジスタンスラインね。このラインが逆に裏タッチでサポート転換できるかどうか。だから、今の段階で言うと16,000付近まで落ちてきてもおかしくないですよ、というのはね、お伝えさせてください。よろしくお願いいたします。はい、それぐらいでいいでしょうかね。それぐらいにしておきましょうかね。はい、使用形を見ていったということで OK でございましょうか。一度上から下まで流し込んでいきましょうということでございますね。あ、いいですね。はい、まあどの通貨もねバリバリ落ちてきているということなので、ちょっとこう今はね耐え時なのかなっていう感じ。逆にアルトコインのね買い集めフェーズには当然これ入ってるでしょうというところで認識しておきましょうということでよろしくお願いいたします。はい、それではね本日の配信は、以上となります。ちょっと長くなってね、しまいましたけれどもご了承ください。またまた皆様次の配信でお会いしましょう。じゃあ。